噴丘前景左に公園部、右に前方部。コウモリ塚古墳は岡山県総社市にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。旧称を黒姫塚とも。矢で大塚古墳、無スク大塚古墳と並んで、岡山県下三大巨石墳の一つに数えられる。古墳時代後期から、 終末期にかけての6世紀後半に築造されたと考えられている。自然の丘陵を利用して築造されている。墳長約100メートル、公園部契約55から60メートルで2段で構築されていたと推定される。吹き石や埴輪は確認されていない。公園部南側に花崗岩の巨石を組み合わせた横穴式石室が開港している。石室は 両袖式で全長約19.4メートル、原質は奥行き7.7メートル、幅3.61メートル、高さ3.6メートル、原質の天井石は3枚の巨石で構成されている。原質には長さ2.38メートル、幅1.4メートル、高さ1.31メートルのくり抜き式毛型石管がある。石管は貝殻石灰岩製で、 岡山県茨城を計算で算出されたものである。1978年に行われた発掘調査では、派生室喫光系等管残血や鉄釘が出土した。鉄釘の存在から、石管、等管の他に木管も埋葬されていたと推定されており、複数の被葬者があったと思われる。古墳はおおむね盗掘を受けて副葬品は残っていないと思われた。しかし、 単語を取り巻くと塚頭、大刀、鉄属など武具、バグ、ガラス小玉、水晶製切子玉、金冠など装飾品、鉄紙、末器類などが出土した。コウモリ塚古墳の名称は、石室内にコウモリが生息していたことから名付けられた。また、黒姫塚の名は、忍徳天皇の寵愛を受けた、霧の美女、黒姫の墓であるとの伝承に由来する。しかし、 古墳の築造年代は6世紀後半で、仁徳天皇の時代は4世紀とされており、黒姫とは時代が合致しない。1967年2月15日、国の史跡に指定された。ありがとうございます。